また今日は鼻歌歌いながら何やるの何やるの金魚じゃなくて何を植えるの今日は。今日はバンタナを刺す。バンタナってどれ、うん、どこにあるのバンタナ。畑の土を半分入れてその上に腐葉土です。じゃあこっち来たらバンタナどれ。じゃあこれ浦郷さんに聞こうと思ったら浦郷さん来なかった。今日綺麗なバンタナ中に刺してある花の咲いた花の咲いたやつは刺してかもね。お花どれが花。もうちょつぼみだ、うん、外にあの中に行ってみる。どこにあったんですか。え大西さんとこの前のドブ川。畑とトレーラーハウスです。おキャベツだいぶ大きくなってきました。今のところ順調にキャベツ育ってるみたいです。こっちは一足先に植えたキャベツです。こっちはだいぶもう大きいです。今日は雨が降るから何ひまわり。ちっちゃいひまわりだな。うん、そんな感じ。一メートル。ちょっとちっちゃめのひまわりを植え替えるそうです。でもすぐ隣なんか意味があるの。すぐ隣に植え替えて。そんだけ混んどったら、ああこれ固まってるからちょっと隙間を開けるそうです。ここに大きいひまわりが咲きます。いつ何月ぐらいに咲くのこれ。夏雨の降る前に畑になんでひまわりあそこから眺めるやつ。ああトレーラーハウスの玄関から観賞用にこの位置に作物じゃなくて花ひまわりを植えます。玉ねぎがたくさんできてます。玄関を出るとひまわり、あそこのポジションにひまわりが咲きます。これもすべておばあさんから植えました。ここにも挿し木して、こっちにも、そしてこちら。トレーラーハウスの前にも花今度は何草取りか、花壇の草取り。ずっとジョロ持ってウロ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 してた。いつまで続けるの草むしり。いつまで続けるの草むしり。